私たち遺族は戦争の悲惨さと平和の尊さを孫、ひ孫の世代へと永遠に語り継ぐことを英霊にお誓い申し上げます。東京で開かれた全国戦没者追悼式で今年遺族代表の言葉を述べたのは、父親が中国で戦死した菊池市の横田照夫さんです。緊迫する世界情勢にも触れ、戦争の悲惨さと平和の尊さを語り継ぐことを誓いました。一方、県内でも5年ぶりに追悼式が開かれ、太平洋戦争で亡くなった人の遺族などおよそ620人が参列。戦没者のひ孫にあたる小学3年の中村美咲さんが平和への願いを述べました。戦争は二度と起こってはいけないことだと思います。戦争がなくなって世界がずっと平和になってほしいです。県出身の戦没者は58,475人です。